久保さん、今回昔の闇にしましょうか。昔僕ゴーストライターをやっててね、裏方をずっとやってましたけども、セミナーとかね、やるとね、いつもメルマガ読んでますとかね、僕じゃないですよね。この前のメールサポートありがとうございますとか、僕じゃないですよね。それ僕なんだけどな、みたいなね。山口さんのメルマガ書いてたのも僕だし、山口さんのメール対応してたのも僕だし。だからね、寂しかったっすよね。売り上げはやっぱ上げてたんだけども、やっぱ結局架空の人物ですよね。架空の人物ではないけどね、山口さんいたし、あれなんですけども、結局お礼を言われるのは僕ではないというところで、なんかね、やっぱちょっと孤独でしたよね。なんか要は自分がやってるんだけども、いや他人に行くわけじゃないですか。だから VTuber の話されてましたけど、自分がやってるんだけど、その VTuber、その架空なものがもてはやされてるっていう、ここになんかね、闇というか、寂しさが出てくると思いますね。だから今、僕と久保さんはなんでやっぱ続けられるのかっていうと、久保さんも言ってた通り、等身大ですよね。等身大で発信してるので、等身大が発信できないってことはないんですよ。等身大が発信できなくなるってことは死ぬ時ですね。死んで息ができなくなった時。だからアントニオ猪木さんとかも、病院で動画撮って、おーってやってましたけども、あれも僕と久保さんは普通にできるんですよ。等身大だから。もうちょっとで死にそうですとか、今病気になりました、癌になりましたとかね。もう全然それも発信するんで、等身大だから。だからずっとできます。死ぬまでね。ありのまま言えばいいだけなんで、いや、今癌なんです、みたいなね。だからそれがね、発信をずっと続けられるやっぱ大きな理由ですよね。楽っていう、非常に。でも昔はね、僕も表に立って動画を、セミナーやったりとか、動画撮るとか、自分の名前出してやるっていう、やりたかったのか、やるタイプだったのか、やる性格だったのかでいうと、全然裏方でね、陰でこっそりやるタイプだったんで、好きだったからやったわけではなく、やっていくうちに楽になっていったっていう、それは相当の数やってきたっていうのはあるんですけども、久保さんがね、100万は、誰でもっていうわけじゃないみたいな話をしてましたけど、僕が言えることは、久保さんと僕の量をやったら、誰でも100万はいけると思います。でも、なんで、100万いけないのかっていうと、僕と久保さんの量をやる人がいないからなんですね。凡事徹底やる人がいないからなんですよ。弟子の話も言いましたけど、弟子もね、稼いで、途中で離脱してった子もいますよ。で、その1000万あげた子は、最後までいた子なんですけども、やっぱ凡事徹底できる人がやっぱ少ないんですよね。だから、弟子に、最後4人ぐらいいたんですけど、その4人はね、もう1億稼いだ子もいますしね。で、一回鹿児島に来て、今1億円ありますみたいなね。しかも現金でね、キャッシュで1億あるみたいなね。すげえな、みたいな。ベッドの下がわかんないですけど、ちょっと隠してるらしいんですけど。ロレックスつけてね、親にも車プレゼントしました、みたいな言ってましたけどね。一回鹿児島泊まりに来て、ハイボール研究所で飲みながらセッションしたんですけど、その子はね、青森から上京してきた子なんですよ。で、右も左もわかんないみたいな。人生何があるかわかんないですね。いってらっしゃい。